株式会社、東海コミュニケーションズは日本の電気通信事業者である。東海ホールディングスの子会社であり、グループ内で情報通信部門を担っている。1977年、ヤイズケーブルビジョンを設立、翌年社名をビッグ東海に変更。ケーブルテレビ、ゲームソフト開発、ADSL 事業などを行った。2011年、持ち株、 会社東海ホールディングスの100%出資子会社となり、翌年ケーブルテレビ事業を東海ケーブルネットワークとして分社化した。現在は光インターネット接続等、宅内で利用する固定通信サービスに加え、MVNO として格安シム、格安スマホなどの移動体通信サービスなど通信サービスを総合的に提供している。また、システムインテグレーション。 企業向けソリューションを兼ね備えたデータセンター事業及び自社保有のネットワークインフラを基盤とした通信事業を強みとしてソリューションビジネスを提供している。本社所在地は静岡県静岡市青区上番町2丁目6番地の8東海ビル。T コム光2015年3月 NTT 東日本、西日本からフレッツ公開線の卸を受け、 光コラボレーション事業を、TCOM 光を提供している。東海モバイル2006年8月、東海グループはソフトバンクグループと戦略的事業提携について合意し、同年10月よりモバイル販売事業を開始。東海モバイルショップは静岡県内に11店舗、埼玉県に1店舗出店している。ブも2017年2月、m v o、NO、事業に参入し、 スマートフォン向け格安、SIM サービスリブモの提供を開始した。NTT ドコモのエリアで通話とデータ通信が可能。単独契約も可能で、t コム光利用者は、セット割りが適用される。東海グループが保有する、光ファイバを活用し、専用線や広域イーサネットをはじめとした、拠点間通信サービス、インターネットへの接続サービスを提供している。自社で保有する。 光ファイバは北関東から西日本まで総延長約 5600km に及ぶ。インターネットの接続総帯域は 290GBps。情報システム開発で培ってきた経験をもとに大型のソフトウェア受託開発に携わっている。ユーザーの要望に合わせたネットワークシステム基盤、アプリケーションの導入構築、運用保守のほか、近年では アマゾンウェブサービスなど他社クラウドサービスを利用したシステムの設計から運用までを支援するサービスも提供している。静岡県と岡山県に自社のデータセンターを保有し、その基盤を利用して各種サービスを提供。二つのデータセンターは自社ファイバ網により接続されている。日本国内の20社を超えるデータセンター事業者と戦略的ビジネスアライアンスを締結し、 pcpdr サービスの実現、サービスの相互補完、新たな仮想サービスの実証実験や商用化など、地域産業及び国内データセンター事業の活性化を目的とした各種取り組みを行っている。以下、特に客中がない限り公式ウェブサイトの遠隔を出展とする。かつて言っていたケーブルテレビ事業は2012年の分社化により、現在は 東海ケーブルネットワークが運営している。1980年代から1990年代にかけてファミコンやメガドライブ向けゲームソフトの開発を行っていたが、現在はゲームソフト関連事業から撤退している。本校ではビッグ東海が過去に開発、販売、発売を行っていたゲームソフトを記載する。ありがとうございます。